皆さんおはようございます。大です。ここはですね、JR 郡山駅の東口なんですが、今回は E3 系0番台で運行される東北新幹線那須野号に乗ってきたという動画でお届けしてまいります。 E3 系0番台っていうのは1997年3月の秋田新幹線開業と同時に営業運転を開始した車両で、2014年3月の秋田新幹線 E6 系統一まで小町号を中心に運行されていたんですよね。また E3 系0番台は全部で26編成が製造されたんですが、そのうち18編成がもうすでに廃車となってしまったんですよね。しかし残りの8編成っていうのは未だ現役で走っていて、2編成がトレイユ翼厳備新幹線の700番台として、4編成が山形新幹線に転属し1000番台として、残った2編成が E3 系0番台の現職のまま東北新幹線やまびこ那須野を中心に運行されています。今回は残り2編成しかいなくなった E3 系0番台で運行される那須野号に乗っていきます。ということで、郡山駅の新幹線中央改札口にやってまいりました。今回使う切符はですね、こちらの青森から松本までの JR 東日本株主優待4割引き乗車券と、郡山から東京までの那須野272号グリーン車指定席券ですね。こちら乗車券が120ミリ券のため自動改札を通ることができないので、有人改札にこちらの切符を見せて入っていきましょう。すいません、この切符で入りたいんですけど。あ、はい。はい、すいません、ありがとうございます。今回乗車する東北新幹線上り宇都宮、大宮、東京方面 E3 系0番台で運行される那須野272号東京行きは11番線から10時37分発ということで、11番線ホームの方に移動しましょう。さて、郡山駅の上り新幹線通過していきましたね。で、11番線ホーム側を見てみると、今回乗車する10時37分発の E3 系0番台で運行される那須野272号東京行きはまだ来てないんですよね。この後10時1分頃にこの郡山止まりの那須野号として入線してくるそうなので、列車来るまで少し待ちましょう。ということで、11番線には10時37分発東北新幹線上り那須野272号東京行きがやってきましたね。こちら JR 東日本の E3 系0番台です。 E3 系0番台っていうのは2014年3月に秋田新幹線から撤退した後は東北新幹線のやまびこや那須野として運行しているんですが、その際は今のようにね、 E5 系と連結して運転しているため、現在営業上で E3 系0番台の単独編成っていうのは存在しないんですよね。で、イベントの時以外などは基本的に E5 系と連結しているということで、このような感じでね、開いた口が塞がらない状態になっているんですよね。秋田新幹線や山形新幹線の E3 系、E6 系っていうのは在来線区間を走る関係で車体が若干小さくなっているんですよね。そのため新幹線ホームに入ると車体とホームの間に結構隙間ができるんですよね。そのため E3 系、E6 系にはこのようにステップが設けられています。それではね、早速11号車のグリーン車乗車口より E3 0番台乗車していきましょう。グリーン車の車内はこんな感じですね。で、今回座る座席は6番 A 席ということで、6番 A 席はここの1人席ですね。
本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は東北新幹線夏の東京行きです。次は新白川に停まります。せっかくね E3 系0番台のグリーン車に乗車したということで座席紹介の方をしていきましょう。まずリクライニングですね。リクライニングは肘掛けの黒いボタンを押して止まるまで倒します。やっぱり新幹線のグリーン車ということでねかなり倒れますね。また頭の部分にはヘッドレストがついています。ちょっとね動かしにくい気もしますね。また黒いボタンを押せば元に戻ります。で肘掛けの部分にはですね小さなミニテーブルがついているんですよね。背面の部分にもテーブルがついているのでどちらを使うかは皆さんの自由です。また真ん中にあるね肘掛けは固定されて動かないようになっています。さて郡山の隣新白川までやってまいりました。この駅ではですね後続のはやぶさ108号東京行きを待機するため3分ほど停車します。さて新白川の隣那須塩原までやってまいりました。この駅ではですね後続のはやぶさ小町12号東京行きを待避するため3分ほど停車します。まもなく大宮です。上越新幹線、北陸新幹線、長野、富山、金沢方京浜東北線、高崎線、埼京線、川越線、東武アーバンパークライン入シャトルは乗り換えです。
次は終点東京です。 Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Moema. Passengers changing to the Yamanote Line, the Keihin Tohoku Line, the Jōban Line, the Ginza Subway Line, the Hibiya Subway Line.さて、郡山を出てから1時間39分、終点東京までやってまいりました。乗ってきた電車はですね、折り返し回送列車となります。 E3系0 番台で運行される那須の号に乗ってきた動画、いかがだったでしょうか。この E3系0 番台もね、いつなくなってしまうかは分かりませんので、皆さんもね、今のうちにぜひ E3系0 番台乗っておいてくださいね。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。